いてのカーマニアさんは東洋さんです。よろしくお願いします。来た、来ましたね。よろしくお願いします。ドドドドなんかこれ一番いいハコスカです。ハコスカ来ましたよ。ちょっといやこれテンションバカ狩り、大好きです。テンション上がっちゃうよ。これいつ買ったの？4年前です。高いじゃん。高いです。4年前高いですよこれ。いやもう高いですよ。その時で1900万。だ今だったら下手したら4000万ぐらいするよね。3000あたりだと思います。1000万あったよね、はい。これは何年物の？1972年式ですね、はい。これですよ、ね、スカイライン GTR50 連勝ですよ。あそうですよね、はい、一番いい時ですよね。だってまだ40代でしょ。そうです、42です。で、なんでこれに行ったの？もともと 34GTR を乗ってまして、17年ぐらい乗ってたんですよ、はい。そうしたらなんか欲しくなっちゃって、はい、いやでも綺麗ですね。新車だな本当に。いや新車新車新車本当に綺麗。ほら本物 S2000 S2 だからもうこれ新車みたいですね。ほらこれ新車新車めっちゃ綺麗。ほらこの S2 のエンジンが名機なんですよ。この時代はそう、この時代で160馬力ですよ。なんか芸術品を見てるみたいな。そう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 ですね。これソレックスの何パイ？これは44パイですね。のニスモスですね。あ、そう、はい、そこだけ変えてるんだ。これ変えてるんですね。ちょっとエンジンちょっとだけかけてください。はい、ね、暴力的でしょ。これが1970年代にできてんだよ。これがこの芸術品が、ね、いやめっちゃ綺麗。この辺もエキゾーストなんかすげえ。すげえ。いやあと、はい、あれですよね、こうねお金持ちで、はい、あのなんかこうやってね、高いヴィンテージカーの方っているじゃないですか、はい、急になんか金が入ってきて、はい、投機目的な感じで、はい、でも東洋さんはそれにプラスやっぱし車のこと詳しいですよね。詳しい、うん、でちょっと全体を見させてもらうんですけど、カメラがこっちついてきてる。いや綺麗だ。このわー本当だ、うん、これし車高っていうのはこれ車高はノーマルです。ノーマルなんだ、はい、ノーマルなんだこれ。これタイヤは復刻タイヤで横浜から出たタイプ D ってやつですね。アドバンタイプ D、はい、そうですね。そうこれはなかなかいい車ですね。それはそうだよな。いやだってこんないい球なかなかないよ、はい、そうなんだ、うん、確かに本当に綺麗ですよね。いや俺やるとしたらもうシート張り替え、はい、俺がオーナーだったらね、はい、これの張り替え。あなるほど、こう割れてるからね。そう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 、もうシートの張り替えぐらい。張り替えちゃうと、うん、味が出ない。味もそうなんですけど車高がちょっと高くなって、あちょっと低さのあれが、その今座った感じの沈み具合が今ちょうどいいんですよ。そういうことね。そうなんですよ。微妙に違うんだね。1センチ2センチ。今東京に一人だけ職人がいるんですよ、うん、当時の生地を持ってる、うん、その職人のみんな張り替えるんですけど、自分はあえてこのボロボロ感で行こうかなと思ってんで。いや、はい、気持ちわかるね。はい、わかる。いやなんかやっぱりでもあるんですよ、座った感じの自分の、ね、なんか座るとわかるんですよ。枕と一緒でさ、確かに枕も枕そうだよな。あれこれちょっと今日寝にくいなって書いた時あるじゃない。あるあるある。いやそういうのってスニーカーもそうなんですよ。すげえ。同じスニーカーでも答えが違うと、うん、あれ違うなって、ね、そうですもんね。あそういうなるほどね。皆さん乗ってみて。いや、やっぱり、うん、張り替えちゃうと、うん、新品感が出ちゃう。そう、そう、熱くなるんだよね。生きてる感じするもん。いやだけど、うん、42歳でここに行くってのが嬉しいですね。そうだね。車愛が、うん、ね、うん、結婚してるの？あ、もうしてますね。してる、はい、よく嫁逃げないね。いや、もう逃げそうですね。逃げね、はい、いや、逃げるよこれ。もう今日帰ったらいないです。いや、追い出されちゃうですね。もうお子さんもいらっしゃるの？はい、もういるんですよ。いいじゃあ、まあ、かろうじてね。そうなんですよ。とっとと帰ってもらいましょう。本当ね、はい、本当ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでカーマニア日産スペシャルいかがでしたか？いやあの本当にその人の
人生が見えるよね。確かに。僕あのそれこそあのねあの恋人同士で、はい、あの日産キャラバンでね、うん、まああの安い車で日本中回って、うん、あれちょっとなんかああいう青春を送りたかったなって、うんうん、なんかすごく僕は思いましてね。はいはい、うん。あんな人生送れたら幸せですよ。そうだよね。なんか。よかったな、もちろんね、皆さんなんか良い人生を送られてる感じしませんけど、好きなものがあるっていいなと思った。車とやっぱし自分の生活とかさ、やっぱりうまくね、うん、これなんかコラボしてるというかさ、共生してますよね。そうですね。どうでしたよ、吉高さん。だから面白いな、なんかその乗り手がちゃんとこう車ってこう見えるなっていう、うんうん、それがすごい面白かったですね、今回。ね、あのなんちゃってレッドブルの女子はなんか面白いね。面白かったですね。あんなだって若い子がマニュアルの 34GTR ですよ。嬉しい。もうおじさんめちゃ嬉しい。本当そうだね、うん、まあ、それぞれねいろんな形で ね、まあ、あと、うん、皆さんほら車好きだよね。本当そう、ね、それが嬉しいですね、うん、面白かったですね。はい、はいはい、チャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。